丈夫です。私は日本人です。ではあなたのゆきですか。はい、いえ。そろ来い。はい、そろそろ救出へ行きましょう。はい、行きましょう。ございます。おはようございます。はじめまして、私はマイクです。こちらは太郎君とジョン君です。どうぞよろしくお願いします。失礼ですが、お名前は。はじめまして、私はトモコです。こちらこそよろしく。はじめまして、私はカリナです。マレーシアのサバにいます。あなたもサバにいますか。はい、そうです。うん、あなたの家族は何人ですか。私4人です。両親と兄がいます。お、私も。はい、そうですか。私は3人です。両親がいます。お、私も。タロさん、はい、スポーツが好きですか。はい、私たちは1週間に2回ぐらいスポーツをします。そうですか、元気ですね。はい、また今度お願いします。はい、さよなら。 2 days later 今日は疲れましたね。そうですね、今日の体重は大でしたね。晩ご飯を一緒にいかがですか。いいですね。どこへ行きました。はい、じゃあ好きですから、喫茶店ね、一緒に行きませんか。ええ、行きましょう。どこへ喫茶店へ行きますか。キヨスです。イケピバルの前にあります。いいですね。じゃあ一緒に行きます。オーケー。お腹が空きました。もう喉が渇きました。いらっしゃいませ。ご注文は。コーヒーをインバイください。私はカレーライス。私はサンドイッチとアイスクリーム。コーヒー、コーヒーを2杯とカレーライスとサンドイッチとアイスクリームですね。少々お待ちください。ともこちゃん、ジュースと紅茶とどちらがいいですか。どちらでもいいです。Moments later. 休憩リンキットです。ございます。すみません、別にお願いします。はい、コーヒーは1杯3リンキット、カレーライスは6リンキット、サンドイッチは4リンキット、アイスクリームは3リンキットです。はい、どうぞ。ありがとうございます。 2 days later. 昨日は雨でしたから涼しかったです。昨日私は盆踊りへ行きました。盆踊りはどうでしたか。とても面白かったです。友達と盆ダンスをしました。とても楽しかったです。盆踊りはマレーシアサバ大学の祭りで一番有名ですからね。はい、とても賑やかでした。外国人も多かったですよ。写真を撮りましたか。ええ、50枚くらい撮りました。ええ、すごいですね。また行きましょう。はい、じゃあまた明日。勉強は難しかったですが、いい友達がいますから、大学の生活はとっても楽しかったです。そうですね。じゃあ私たちは一緒に写真を撮りましょう。はい、はい、はい、じゃあ、OK、じゃあ一緒に、はい、1、2、3。エビウェアシンプルに彩りガラス越しに来